こんにちは。こんにちは。ボンドカーズ東京の福田です。同じく池田です。そしてカメラマンは石塚です。こんにちは。いつもボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日ご紹介するお車はこちら、来ましたね。カイエンターボクーペのテックアートですね。かっこいいですね。かっこいいですね。これあれですよね、あの本来であればコロナがなければ、はい、開催されてたであろうオートサロンに出展予定だった、ね、オートサロンね、はい、一応デモカーですよね、はい、東京店の販売車両としてこの度、うん、はい、入庫しました。紹介していきましょう。はい、はい、ボンドチャンネル。迫力もすごいですね。すごいね。あ、これすごいですよ。エンブレムテックアート。テックアート、ポルシェじゃない、テックアート。すごい。あとグリルとかもじゃあなんか黒っ、グリル黒いですもんね。これブラックアウトですよね、されてるんですかね。あと多分以前の制作動画でもあったと思うんですけど、はい、確かフロントリップ、バンパーではなくて、そうですね、リップがテックアートになってます。で、純正のまあジェットブラックとの同色塗装と、まあ、あ、そうですね、色違いますね、はい、艶消し黒というか、まあ、塗り分けがされてる形ですね。なるほど、その辺はじゃあバランスを見て、うん、うん、かっこいい、かっこいい。フロントマスクが迫力がすごい、うん、ヘッドライトは、これはじゃあヘッドライト、ポルシェのオプションといえばもうカメラマンの石塚さんが詳しいですけど。そうですね、微力ながら微力ながらこれオプションですよね。そうですね、うん、オプションで PDLS プラスプラス、はい、うん、LED のポルシェは。ああ、そうですね、ダメですか。うん、あ、まあオプションもしっかりついている、ね、ついてますね、こちらの車は。面がすごい、ホイールの面がすごい、ホイール、もちろんテックアートの22インチ、すごいギラギラですね。フルポリッシュの、かっこいい、ギラギラですね。これそう、ギラギラといえばなんですけど、私ちょっと勉強しました。なんかブレーキローターすごい輝いてるというか、確かに表面っぽくなってますよね、はい、でこれ白いキャリパーで、これ実はポルシェ最近多いんですけども、カイエンとかマカンに最近採用されてる PSCB、 ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ、うん、特にこういうホイール履いてる方、まあ、ブレーキダストとか、うん、ダストとか結構嫌がると思うんですけど、あの低ダストのブレーキですね。もともと PSCB はそうです。あ、そうなんですね。スチールのローターなんですけど、あのセラミックコーティングがされてて、はい、あの純正でもこのブレーキであれば低ダストだよっていうらしいです。ただテックアートのロゴに変わってると。なるほど、はい、ポルシェじゃなくてテックアートと。はー、しかもテンピストンキャリパーですからね。テンピストン、ランボルギーニウルスとかと一緒の。相当効きそうですね。相当効きますよ、これは。サイドはこれ純正、サイドはで、ね、そうですね、テックアートではなくて、うん、まあ、純正ですね。なるほど、なるほど。あと他はこの辺は黒くなって、うん、ドアノブ、そうですね、とモール類もそうですね、黒いですもんね。あ、しっかりエントリードライブついてますね。ポルシェではこれも大事なオプションですよね、うん、お、ソフトクローザーもついてる、ね、ソフトクローザーもついてる。これやっぱあるとないと違いますからね。ドア大きいですもんね、うん、やっぱ重たいし、ハンドア防止っていう部分でも、うん、これさっき気づきました、フロントからこう斜めで見た時に、はい、リアの根茎部なかなか、あ、ここの、そうなんですよ、反り具合が確かにすごいですね。そうなんですよ、めっちゃかっこいいですよね。かっこいいな、こんな、やっぱ黒のボディにポリッシュって、うん、間違いないですよね。いや、間違いないですね。しかもこれ意外と中ここえぐれてるんで、結構なんかこう陰影影ができたりとかで、かっこいい見た目、インパクトありますよね、うんうん、かっこいいな。リア周りは、はい、まずここがエンブレム変わってますね。ポルシェじゃなくてテックアート。すごい、いいですね。なんかでも違和感ないですね、テックアートにどう変わっててもかっこいいですね。かっこいいですね。これあとマフラーとかリアのハーフが確かテックアートだったと思うんですけど、あ、ここ、うん、マフラーと
はい、ディフューザー。これマフラーは確かあの前のツッチーさんの動画の紹介の方で確かこれテールのフィニッシャーのエンドの部分だけがテックアウトになってて、マフラー自体は純正のカイエンのターボ、カイエンクーペのターボか、なるほど、になってますね。でも純正でもやっぱりいい音はしますね、うん、そうですね、はい、そうですね、音は後で、あ、そうですね、はい、聞いていただいて、それで紹介します。はい、じゃあ続いて内装の方ご紹介していただきます。はい、ボンドチャンネル、続いてインテリアの方ご紹介していきます。はい、わ、まずここスカーフプレートがテックアウトになってますね。おお、細かいですね、いいですね。これちゃんとイルミネーション光ってるんですね。へー、うーん、あとあれ、これ光学オプションのあのブルメスターじゃないですか。ブルメスターオーディオ、坊主があれ標準で装備されてるんでしたっけ、ね、はい、オプションでブルメスター、なるほど、光学車両、光学オプションなので、そうですよ ね、 いいですね。じゃあすいません、中入ってみたいと思います。あ、フロアマットとこのペダルまでテックアウト、はあ、かっこいい、ここまでやってあるのはすごいですね。で、僕身長180センチなんですけど、まあ、シートポジションこんな感じで、後ろの方はどんな感じですかね。はい、後ろの方、私身長が約70なんですけど、クーペスタイルのボディなんでヘッドクリアランスどうかなと思ったんですけど、はい、結構あります。あ、拳、まあ、2個はちょっと難しいですけど1個半ぐらい開くので、うんうんうん、まあ、大人の方でも全然ゆとりあるかなっていう、膝の前なんかも拳2個分以上あるかなっていう感じですね。すごい、全然ゆとりあって全然窮屈な感じじゃないです。ちょっと言うなら、まあ、あのシートベルトの規制、このピラーのところが結構太いのでちょっと視界的にここが気になりますけども、はいはいはい、全然ゆとりはあって快適ですね。なるほど、リアシートは4人、あ、2人なんですね。これ2人ですね。そうですね、ここはもう4人乗りですね。こういった感じでドリンクホルダーと肘掛けのサポートがあるので、リアエアコンもついてますね。はい、ちょっと今まだついてないですけども、うん、4ゾーンの、4ゾーンの、はい、はい、はい、運転席周り、まずハンドルの方がまずテックアートのロゴに変わっていて、はい、で、あと持つ部分、この部分がアルカンターラでパンチングの中の部分が白くなってますね、うん、これはおしゃれですよね。はい、あとなんとパドルの裏が、見てください、ね、アルカンターラ、白いアルカンターラに変わってて、見たことないですね。これは見たことないですね。意識しないと分かんないですね。分かんないですね。あとはこのセンターコンソールのエンボス加工がテックアウトになってて、本国までわざわざ送って入れたやつ。ああ、本国まで、ああ、すごい。これはじゃあ日本じゃできない。日本じゃできないですね。はい。いちいちおしゃれですよね。ちいちおしゃれです。あと純正オプションの、うん、パノラマサンルーフが、うん、やっぱこれ開放的でいいですね。そうですね、まあ、これ開かないんで、まあ、ガラスルーフかな、うんうんうん、ガラスルーフ、はい、ね、ただこれさっき私後ろ乗ってた時、後ろからの開放感ものすごいですよ、うんうん、いや、いいですね。シートも、うん、しっかりホールド感もあるし、まあ、あと、まあ、レーダーとドラレコももちろんついてる感じですね、うん、じゃあちょっとエンジンかけてみますか。そうですね。Thank you.
ボンドチャンネル。マグロすごいいい音しますね。いやすごいいい音しますね、うん、純正にもかかわらずこんな迫力のサウンド。純正であれだけなれば、だいぶ V8 らしい太い音ですよね。太い音で、じゃあこのままエンジン始動したまま内装の方をちょっと紹介していきたいと思います。はい、でまずこの車ヘッドアップディスプレイがついてるんですね。はいはいはい、ちょっとまあカメラだとちょっと映んないかもしれませんが、そうですね、やっぱこれあるとないとだとやっぱり便利ですよね。はい、ね、あとまあハンドル周りだとアダプティブクルーズコントロール、こちらの方が、はい、続いているのと、まあ、これもやっぱり高速道路で運転する際はかなり便利。そうです、今これ欲しいっていう人多いですもんね。はい、多いですね、使う人。はい、あとはじゃあこのアンビエントライトが多分オプションで入ってるのかな。そうですね、足元とかドアとかにも、ここもちょっと暗いですけど光ってますね。カラーも結構あの、はい、変わりますね。赤、黄色、何色ですか。8色ですかね。へー、7色か。うん、まあコードも変えられたり、あとまあ細かく設定もできますね。いやらしいですね。いやらしいですね。あとまあシートヒーターとベンチレーションがついてますね。もう至れり尽くせりな、もう贅沢ですね。それでいて速い、そんな感じですかね。終わりがわかんないです。そんな感じですかね。インテリアの紹介は以上になります。ボンドチャンネル、はい、いかがだったでしょうか。本日ご紹介したカイエンターボクーペ、テックアウト、テックアウト、かっこよかったですね。かっこよかったですね、本当かっこいい。まあ、本来は、まあ、オートサロンの方に、そうね、確かにする車だったんですけど、いやーオートサロン出したかったですけどね。でも私的には東京店に商品者として来てくれてよかったなっていう、やっと紹介がちゃんとできる、よかった感じなので、まあ、実はあの多分いつもボンドチャンネルご覧の方はお気づきだと思うんですけども、東京店の方があのしばらく車両紹介動画がそうですね、ちょっとね、はい、間が空いてたので、いろいろちょっと事情あるんですけども、今後、まあ、福田、池田、それから、まあ、他にもまだメンバーがたくさんおりまして、はい、まあ、カスタムの方だったり、内山であったり、石井であったり、はい、はい、まあ、カメラマンのもちろん、まあ、石塚さんも、はい、はい、ね、高野店長、そうですね、はい、さらには隠し玉もいますね。まあブログご存知の方とかはね、多分あの、はい、いろいろ誰が誰でっていうのも徐々に分かってきていただけているのかなっていうのは思うんですけども、今後ねいろんなメンバーであの東京店また車両紹介の動画、あのまたタイミングがあれば試乗動画、はい、ぜひぜひ撮っていきたいと思いますので、はい。はい、締めいきます？締めいきますか。はい、本日は、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、高評価の方と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。コメントもお願いします。そうですね。コメント意外と、そうですね、見ますからね。はい、コメントいただけるとやっぱりモチベーション上がるんで。はい。はい、あとインスタグラムもカスタムの方とかは、ね、はい、あの多分入稿して写真撮ったりしてるのでよかったら見ていただいて、はい、概要欄に貼っておきますので、はい、はい、あとはごめんなさい長くなっちゃったけどブログ、ね、我々が一生懸命いつも頑張ってるブログ、ね、まあぜひともご覧いただいて、はい、はい、ブログ見たよとか、はい、YouTube 見たよっていうのでぜひご来店いただきたいです、ね、やっぱり、はい、いただけると、はい、はい、じゃあ本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。